ご視聴ありがとうございます。今回は、1990年代に、家庭用ゲーム市場で数々の、競争を繰り広げた、スーパーファミコンのライバルたちを、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。スーパーファミコンのライバルたち、1990年代の、家庭用ゲーム機戦争。1983年にファミコンで、家庭用ゲーム市場を開拓した任天堂は、1990年に、後継機としてスーパーファミコンを発売し、これに対し、この任天堂の牙城を崩すべく、ライバルメーカーたちは、次々と新しい機能を搭載したゲーム機を登場させ、この1990年代の家庭用ゲーム機の競争は、次世代ゲーム機戦争と言われ、ユーザーやメディアから騒がれるようになった時代だね。そんな、王者任天堂に挑んだ、数々のライバルゲーム機たちを、ご紹介させていただきます。打倒、任天堂、セガのメガドライブの登場。1980年代末に圧倒的な主野を獲得していたファミコンに対して挑戦状を叩きつけたのが、早くから家庭用ゲーム機に参入し、任天堂に挑み続けていたセガエンタープライゼスだよ。おお、セガの登場。セガは、1983年に SG-1000 を発売したことをきっかけに、セガマーク2やセガマーク3と、毎年のように新商品をリリースするんだけど、なかなか任天堂のファミコンの牙城を崩すことができなかったんだ。この頃は、スーパーマリオや、ドラゴンクエスト2などが大ヒットしていて、ファミコンブームの頃だったものね。そこでセガは、1988年に、ライバルのファミコンを、はるかに超える性能のマシンを、開発し、大きく勝負に出るんだ。このセガの送り出した新商品の、キャッチコピーは、時代が求めた、16ビット、家庭用ゲーム機の登場。と、当時画期的だった、16ビット CPU を、搭載し、サウンドには、アーケードゲームにも採用されていた、当時最新の FM 音源を、搭載するなど、満を持して発売したのが、メガドライブなんだ。おお、セガのメガドライブ。このセガらしい、個性的な家庭用ゲーム機は、メガドライバーという熱狂的なファンを、生み出すなど、独自のユーザー層を獲得することに、成功し、日本の家庭用ゲーム市場では、ファミコンや、PC エンジンに押されてしまい、業界シェアは、3位に甘んじてはいたけど、世界市場では、ファミコンと互角の戦いを、演じることになるんだ。さらに、大容量媒体が利用できる、ワンダーメガや、テラドライブなどの派生商品も次々と生み出され、なんと、2014年以降も、全世界で数々の互換機を生むなど、セガで最も成功したゲーム機と言われているんだ。海外では、現在でもゲームタイトルがリリースされるなど、息の長い、ロングセラー商品になったよね。メガドライブの最終出荷台数は、スーパーファミコンの4910万台に対して、3075万台でした。次世代ゲーム機、セガサターンの登場。しかし、1990年に、任天堂から、スーパーファミコンが発売されると、最新の家庭用ゲーム機の前に、メガドライブのシェアは急速に、奪われてしまうことになるんだ。そのため、セガは、さらに高性能な後継機を、投入することに。そして、セガが考えた、次世代ゲーム機の戦略は、こうなったら、我々の強みであるアーケードゲームの、ハードの技術を活かして、ライバルの家庭用ゲーム機を、圧倒的な性能でねじ伏せてやる。というものだったんだ。メガドライブが成功したのも、8ビットゲーム時代に、ライバル機を圧倒する、高性能な16ビットマシンを発売できたからだもんね。そうだね。ということで、1990年代に、次々と登場する、次世代ゲーム戦争では、32ビットマシンで勝負することになり、それだけでは、満足しないのが、セガらしい発想。次は、32ビットを2機搭載して、64ビット級の、次世代機で勝負だ。と、ダブル32ビットである、自称、64ビットマシンを、市場に投入したんだ。そして、1994年に、登場した、このハイパワーマシンのキャッチコピーは、64ビット級の、家庭用ゲーム機が誕生する、脳天直撃、セガサターンの登場。と、当時の次世代ゲームの中でも、頭一つ抜きんでた、セガサターンを、発表するんだ。おお、セガサターンの登場。このマシンは、高水準な 2D 描画と、さらに 3D 機能も搭載するという、まさに最強マシンであり、さらにゲームソフトも、セガ得意のアーケードゲームから、多くのタイトルが移植され、特に、アーケードシーンを席巻していた、バーチャファイターという、強力すぎるビッグタイトルも、同時発売されるなど、数々のライバルたちが名を、連ねる、32ビットの次世代ゲーム機の中でも、最も有力なマシンとして、期待されていたんだ。そして、セガサターンが、発売されると、バーチャファイターが家で遊べるぞ。と、多くのユーザーが自宅で、バーチャファイターをプレイしたいがために、セガサターンに殺到することになるんだ。このキラーソフトの存在は、圧倒的な反響を生み出し、なんと、驚くことに、本体の販売台数を、ソフトが上回るという、逆転現象が発生するほど、ゲームユーザーは、バーチャファイターに飢えていたんだ。この年には、ゲームセンターに、続編の、バーチャファ
この勢いは、そのまま商品の出荷台数にもつながり、セガサターンが発売された、最初の週では、25万台を売り切り、年内には、50万台を出荷するという驚異的な販売台数を、記録することになるんだ。今回のセガサターンは、出だしから好調だね。こうして勢いに乗ったセガサターンは、出荷台数競争でしのぎを、削っていた、ライバルのプレイステーションに先駆けて、約半年で、100万台を突破するという、好調な滑り出しを見せることになるんだ。このまま、セガが、天下を取るのか。さらに、翌年の1995年12月には、未だアーケードシーンを賑わし続けていた、バーチャファイター2が、家庭用ゲーム機に移植されることになり、この人気タイトルの開発は、あのアーケード版を開発した、AM2 ケンが自ら担当するという、気合の入れよう。当然、ゲームユーザーは、このビッグタイトルを見過ごすはずはなく、この格ゲーで遊びたいがために、セガサターンに殺到することになり、その勢いのまま、バーチャファイター2は、なんとセガサターン初の、ミリオンヒットを記録することになるんだ。この1996年の末は、セガのコンシューマー市場、最も賑わっていた時期になるんだよね。こうした、セガの名作アーケードゲームの移植は、継続的に行われることになり、デートナ USA や、バーチャコップ、そして、電脳戦記バーチャロンといったヒット作品も、セガサターンの、ゲームタイトルのラインナップに、加わっていくんだ。ハードも最強だし、ゲームタイトルも充実していて、セガは、このまま、家庭用ゲーム市場で、ナンバーワンになれるかもしれないね。さらに、それまで、セガの家庭用ゲームでは、弱点と言われていた、サードパーティー軍にも、今回は力を、入れていて、なんと、ライバルに負けない、100社を超える、ゲームメーカーを誘致することにも、成功するんだ。こうして、セガサターンのゲームソフトの数は、1000本に迫る膨大なタイトル数と、バラエティ豊かなラインナップを、構成することに。セガが、1990年代初めから取り組んできた、サードパーティーへの誘致活動が、ようやく実を結んだ結果だね。しかし、1998年頃から、セガサターンの勢いが落ち始めるようになるんだ。あれー、これまで、順調に出荷台数を、伸ばしてきたのに、なぜ減速してしまったの？それは、やはり、ハードを牽引するような、キラータイトルが不足していたんだ。爆発的に売れる、ゲームタイトルが少なくなってしまったってこと？そうなんだ、確かに、ソフトの数は充実してきて吐いたんだけど。もっと、多くのユーザーが振り向くような、100万本を超える、ビッグタイトルがなかなか生み出せなかったんだ。そういえば、この頃、プレイステーションの銀英では、スクエアの、ファイナルファンタジー7の、発売や、ドラゴンクエストで有名な、エニックスが、ソニーと提携し始めた頃だものね。そうなんだ、ライバルのプレイステーションでは、キラータイトルが次々と発売され、さらにゲームタイトル数も、3000本を超える勢いだったからね。プレイステーションという強力すぎるライバルに、打ち勝つのは、なかなか難しいですね。そのため、あれだけ勢いのあったセガサターンも、発売から4年が経過し、販売台数が、500万台を超えた頃から、頭打ち状態になってしまうんだ。さらに、巨大なマーケットである、欧米市場では、あれだけ市場シェアを大きく、獲得できていたメガドライブから、セガサターンへの移行に失敗してしまい、世界市場でも、ソニーのプレイステーションに、シェアを、明け渡すことになってしまうんだ。セガサターンは、国内市場では、大きくシェアを獲得できたけど、世界市場では、大きく後退してしまったんだね。そのため、1998年以降の、セガサターンは、ミリオンヒットタイトルを、次々と誕生させる、プレイステーションを横目に、コアなユーザー層に支えられながらの、低空飛行が続くことになるんだ。最後はやっぱり、ハードを引率するような、キラータイトル不足が、セガサターンの伸び悩みに、繋がってしまったんだね。こうして、家庭用ゲーム機におけるセガの、ナンバーワンプラットフォームへの、夢は、1998年に発表される、後継機種へと託されることになるんだ。セガサターンは、日本市場では、セガで最も売れた、家庭用ゲーム機になったんだけど、結局ライバルメーカーには、勝てなかったんだ。サターンの、最終出荷台数は、プレイステーションの1億台に対して、950万台でした。今回はここまで。次回は、セガ、社運をかけた、最後の勝負、ドリームキャストの発売を、ご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
を積んでから来るべきだったな。